えとこの Azure で先ほどの青空文庫を開いてみました、えー、もう一度やってみますよ「あ」のところです芥川龍之介を開きましょう先ほど開いた「秋」という作品です全く同じファイルを今ここでこうやって開きます、えー、とちょっと今これは表示装置の関係で下が切れていますけれども先ほどと 全く同じファイルがこういう縦組みで見えていますそれから、えー、こうやってページをめくるように読んでいきます文字サイズが大きくしたいんだったらまあこれぐらいだったら老眼の進んでる私だってへっちゃらですひょっとしたらひょっとしたらまあ画面で <laughs> かなり目はやっぱりこれでも痛くなるかもしれないけど 中里海山の大菩薩峠を今度は画面の上で読んでやろうというような気になるかもしれない、そういうソフトウェアです。